大体紀元前5000年ぐらい前からですね、日本人の精神的支柱となる考え方がですね、できてきたと思います。もちろんその瞬時にできたわけじゃなくて、かなりの時間を経る必要があった。一つは、一人の胸の中、もしくは小さい集団の心の中にある考えができるのですらですね、若干時間がかかったでしょうけれども、それがさらに、日本、その頃の遺跡の状態から見ますと、大体九州から瀬戸内海、東海地方、関東、それから東北の一部ぐらいまでがですね、文化圏でしたので、そこのところで次第に交流が行われて、統一された考え方が出てきたと、考えるのが適当で、それにはかなりの時間がかかっただろうと。いうふうに思います。推定ですが、まだ全くそういう研究は行われてませんので、推定ですが、1000年ぐらいはかかったかなと思いますね。そうしますと、紀元前4000-5000年ぐらいから始まった、そういう日本人の精神統一活動っていうのは、例えば紀元前2,3000年前ぐらいですね、紀元前2,3000年のところでできたと思います。これはおおよそそういうふうに推定するのは、気象の状態とか日本の国土の動植物の状態が収まり、人間が活力的になり、食料も安定し、かつ、神話のレベルですが、大体日本人の精神的構造っていうのは、紀元前1500年ぐらいには固まってきたというような神話的な記録もありますので、そういう点では、大体ですね、妥当なところっていうと、紀元前2000年から3000年程度でですね、そういう思想が固まってきたと思います。これと諸外国と見ますとですね、諸外国ではその当時、メソポタミアを中心として精神的な発達があり、大体紀元前1000年頃にですね、モーセなりゾロアスターといった精神的活動が急激に見られるようになりますし、それの前ではですね、古代エジプトにおいては、大体3000年から4000年紀元前ですね、その頃に見られますので、大体人間の発達というのは大体同じ歩調をとりますので、そろそろその頃にですね、人間の精神的な発達が進んだと考えるのは、全体の歴史から言って妥当ではないかというふうに思います。そしてその時に2つの軸がありました。日本の場合はですね、これは各国ともその地形気候によってすごく大きな差がありまして、当然古代エジプトではナイル川というものを中心に文化が発達しますので、ナイルの神、もしくはやや砂漠的な気候の中で育ちます。それからメソポタミア地方では現在のような乾燥状態ではありませんが、しかしかなり自然は厳しかったもんですから、厳しい神からの怒りといった表現がですね、相当多く取り入れられるわけであります。そういうようなことですね。で、そういうその人間の精神的な最初の状態というのは固まっていくんですが、そういう意味では日本ではですね、日本の自然、これはもうエジプトなりメソポタミアなりインドなり中国といった当時、我々早い時期に発達した文化の中ではもう特異的に穏やかでありました。これは私が前から注目してたんですけども、地球上で温帯の島国というのが日本だけであり、かつ37万平方キロメートルっていうのは小さすぎもせず大きすぎもしておりません。小さすぎるっていうのはどういう状態かって言いますと、人間のように1メートル50から2メートルぐらいの動物が力を持ってくると、他の動物とか自然がその動物に圧迫されて衰退していくようになります。例えば典型的にはガラパゴスのようなもんですが、あのぐらい小さくなりますと、ほぼ単一の生物種が育つということになりますね。それから、大陸からの離れ方もそうですね。1000キロ、2000キロというように離れると、ほとんど生物は往復できませんので、そのところに固有の種だけになります。ところが日本は37万平方キロメートルというように、かなり大きい島であり、かつ大陸から100キロとか200キロといった距離にあってですね、そういう面でもかなり隔絶してるけれど、海によって分断はされてるけども、交流は可能であるという非常に適切な距離にあったと、いうことですね。それから、大体動物っていうのは大型動物がその地方で勢力を伸ばしますと大きさが限定されてきます。例えば、スマトラの虎が有名ですけども、スマトラトラっていうのはかつてスマトラに人間がほとんど住んでいなかった時にはスマトラトラがスマトラ島を支配しておりましたが、人間がスマトラ島に徐々に移動するにつれてですね、スマトラトラがそれに比例して下がってきます。